どうも、おはようございます。ハイチーです。今回はですね、今日これから高校受験対策の数学の四種シリーズっていう、ちょっと基礎レベルを集めた問題のやつをこれから取ろうと、久々にね、取るんですけど、いつもその四種シリーズって自分がガチで解いて何分で解けましたよっていうのを一応提示するようにしてるんですね。で、それは、簡単な問題なんで、ちゃんと解けるっていうところも大事なんですけど、スピードを意識してほしくって、ここではあんま時間を費やさないように、早く確実に解けるように練習してねっていう意味も込めてて、まあそういう風にやってるんですが、せっかくなんで、やってみます、今から。で、今ここにね、問題を作った、まあちょっと自分で書いたやつを今からやるんですけど、まあ一回書いてるからさ、ちょっと初見じゃないとか許してください。自分がこの、紙に写した問題を書き間違ってないかっていうチェックも兼ねているので、まあ、そこはちょっと許してね。では、やっていきましょう。ストップウォッチね、やりながらいきますよ。よーい、スタート。よし。ちょ、字の汚さとかちょっと許して。オッケーという感じです。2分57秒8、おおとなったね。よし、じゃあ合ってるか確認していきましょう。これは間違ったらシャレになんないんだよね。では、丸つけていきましょう。8、16、マイナス 3X、マイナス 2X プラス 11Y と、よいしょ、よいしょ、よいしょ。やらかしてないといいなぁ。で、ちなみにですね、ここの、これ、解いた時に、この三角マークつけたんです。これよくやる方法で、この5番、分数が入ってたんですよ。実際こう、このね、問題、この四種シリーズの33番のやつもやってるんですが、リンク貼ってるんで、もしね、やってない方そっちやってほしいんですけど、まあ、これ、見た後だと答えバレちゃうけどね。そう。で、解いてる時に、もう一回やった方がいいなとか、自分ケアレスミスが多いタイプなので、あ、これ間違う可能性があるかもって思うのは、必ずこういうマークをつけて、で、後でやり直すんです。そこでは絶対癖をつけてて。もしケアレスミスがね、多くて気になる方なんかは、ぜひね、試してみてください。ね、
45。あれどこだ？あれ？ん？あ、いいね、だ、こっちか。うの、A が2分の1。で、OK か。あぶねえ、よかったー。よし。っていう感じですね。まあ、こんなことをいつも黙々とやってるんですけど。まあ、ぜひぜひ、シシシリーズね、これからもちょっと更新増やしていこうと思いますので、もちろん、レベルは基礎的な問題なんでね、結構上の高校を目指してる方なんかは、いや、簡単だよと思うかもしんないですけど、ここで足元救われたらね、もったいないですし、スピードをね、鍛えるっていうところでは役に立てると思いますので、よかったらそっちも使ってみてください。ではでは、ちょっとね、撮ってみようかなと思って試しにやってみたんですが、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。みんなも頑張ってね。ほいじゃ、またね、バイバイ。